みんな集まっておるな。準備は万全。一丁派手にやりましょう、周囲殿。ああ、これより我々は酵素を打ち、火口を抑える。すでに両僧殿が火口に向けて出発した。皆には本隊を率いて先発隊と合流してほしい。承知しました。新参なれど遅れは取らぬよう尽力しましょう。しかしロシクよ、お主が来てくれるとはの。炎術の元を去った後はくすぶっておりました。こうして皆さんと靴輪を並べられるのは行幸です。俺を迎えてくれた殿には感謝の言葉もありません。お前と初めて会ったのは炎術のところを訪ねた時か。あの時の大殿はおっかなかったな。孫権殿と孫作殿は残念でした。俺は二人の英雄に仕える機会を逸してしまった。だが最後の英雄に仕える機は得た。おっしゃる通りです、抵抗。よし、ではそろそろ鎧でか。いざ進まん。関東、なぜわしのセリを奪う。いや、たまには俺も目立っても。そのようなことでわしの規制をそぐでないわ。まあ良いではありませんか。時の声はいつも俺たちの胸に響いている。ふん、くだらん。行くぞ。いいですな、周遊殿。頼もしくもあり、楽しくもある。孫悟の、ああ、失うとおかん。このまま曹操とぶつかれば失情。武門孫悟は他の諸侯を群雄とは違う。心を通わせ、真偽を交わした者たちの集まりだ。だがそれでは曹操にはかなわない。帝を擁し、道理で天、私は孫悟を。女性は急転している。間に合うかは賭けだ。だが私はそれを果たさねばならん。なるほど。ならばその賭け、俺も一口の。様に休国。孫権の軍が我らの城を包囲した模様。何？おのれ孫権め。いや、官兵に命じ城の包囲を破らせよ。所詮は水族、いくら死のうと惜しくないから。見ておれ孫権、父親同様島釣りにあげてくれ。兄貴、大変だぞ。どうした？孫悟の連中が攻めてきやした。なんとかしろって酵素様が。ったく、めんどくせえな。しゃあね。けど兄貴、このままでいいんですかい。酵素の野郎、俺たちを捨て駒扱いして。余計なこと考えてんじゃねえ、死ぬぞ。すいません。捨て駒上等。俺たちが自分を捨てねえ限り、俺たちは俺たちだ。行くぞ野郎ども。生きるも死ぬもてめえの腕一つだ。
劉頭じゃない。あなたも来てたのね。ええ、まあ父上のお供ってやつですよ。しかしその劉僧の姿が見えないようだ。父は先に加工場の方位に向かいました。で、俺は留守番ってわけです。殿の到着を待って護衛するよう言われました。護衛？この周囲にまだ敵がいるということか。ええ、両毛殿、どうも妙な遊撃部隊がいるらしい。合流してくるはずの皇族が全然来ないんですよ。多分そいつらにやられてるんでしょう。ここだっていつ襲われても不思議じゃ。敵襲！敵襲！ああ、これだ。まったく悪い。殿、背後に敵部隊が現れました。急ぎお逃げ。うろたえるな。いたずらに逃げ惑えば損害が増すぞ。皆を私のもとに集めよ。ここで敵を迎え撃つ。は、頼むぞ、病棟。父に負けぬその武勇、今こそ示してくれ。ええ、分かってますって。ここが両功績の腕の見せ所ってね。野郎ども、狙いは大将首だ。雑魚には構わず突っ走りな。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。進みましょう。戦況を変えるには、あの地が必要だわ。黙らせてやろう。我が輩の凄み、とくと感じろ。俺たちの手で、要所を落とす。遅れずについてこい。敵も強いよね。無茶をしてはダメよ。ここらで引いとくか。野郎ども、ずらかる準備だ。ちっ、こいつ思っていたよりやりやがるぜ。へえ、やるじゃねえか。ただの三下じゃねえ。お、相手も知らずに突っ込んできたのか。あれあれ、高祖の部下にはバカして。んだと。そこまでだ。この状況、高祖の勝利、いい戦ぶりだ。勘ねえってんだ。覚えとけな。そう、勘ねえよ。私を襲ったのは高祖の名家。ああ知るかよ。喧嘩で敵の頭を叩くのは遠味方の援護もなく、この貨幣で高祖にすりゃ俺らはどうでもいいのさ。なるほど、お前は自分と仲間たちの観念、私のもとに来る気はないか。と、殿。ああ、私は仲間を求めている。夢を叶えるために、強く大きくなるために。お前のような男はぜひ仲間に迎えたい。それに仲間のためにかけるお前がどこか懐かしいのだ。殿。ああ、本気だと思った。孫悟の明日を切り開くためにはより多くの勇士が必要なのだ。おめえ、まさ。私は孫忠坊、孫悟の主だ。おめえ、あ、いや、あんたな。今日が冷めちまったぜ、野郎ども。観念、まだ返事を聞いていないぞ。まだ喧嘩の途中だ。俺を倒せば考えてやってもいいぜ。
殿、お怪我はありませんか？大丈夫だ、リョモ。この程度の戦い、どうということもない。よもや敵将を刺そうとは、驚きました。お前の目にも無謀に映ったか。明暗だと思ったのだがな。まあ、確かにそこそこ腕は立ちましたけどね。なんだ、リョウト、奴を認めているのか。腕が立つことに敵も味方もないでしょう。まあ、話してて腹も立ちましたけどね。しかし、過去を制圧、侮れない戦いとなったな。先行した両村が気がかりだ。急ぎ合流しよう。両党も一緒に来てくれ。改めて私の護衛を頼む。了解、任せてください、殿。伝令！大変です、両僧様が。どうした、父上に何かあったのか。両僧様、戦死！撃ったのは敵将観寧とのこと。何だと。バカな、観寧は今さっきまでここにいたのだぞ。おそらくはその前に両僧様を。おい、よしてくれよ、冗談きついって。観念、奴が父上を。待つのだ、リョウト。一人で流行ってはならん。抑えよというのが無理か。皆私に続け。これより構想を打ち、戦を終わらせるのだ。旧敵構想を打ち、孫悟の明日を切り開く。皆、力を貸してくれ。
が違うとはまさにこのことよ。Thank you.
地は我が輩が制した。ユース、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。私の手で幼少を落とす。行くぞ。遅れずについてこい。孫悟の奴らが来やがったな。鈴の観念の喧嘩、今日こそ見せてやるぜ。よし、進撃だ。俺たちの前進が勝利につながると心得よ。やってくれるじゃねえか。けど、いい喧嘩だったぞ。喧嘩すると相手のことがよくわかる。おめえらは酵素の下じゃこんな感じは味わえねえ。俺はおめいい喧嘩させてもらった例に教えてやる。西の参道に行きな。すぐに城の裏を取れるぞ。この勝利、我が戦績に加えん。素晴らしい戦ぶりです。観音殿が敗走し消息不明です。敵に囚われたやもしれません。役立たずめ、南が手薄になるではないか。直ちに兵を送り山道の守備を固めよう。
やっぱり来やがったな。俺も行くぜ。おめえらと一緒にコースを倒す方が面白そうだ。観音様、まさか裏切ったのか。孫権軍もろとも押しつぶしてやる。なんと、工場まで一直線だ。さーて、派手に暴れるぜ。この勝利、我が戦績に加えん。おお、気合入ってんな。その調子だぜ。来たわね。ここは
心に刻め。あっちからも来るみたいけど、村は絶対守ってみせる。戦績に加えん。やる。あなたかっこいいじゃない。本陣を攻めるなら今だ。ともども力の見せ所だぞ。勢いに任せるだけの攻めか、百杯の青臭い策など通用せぬぞ。ここが勝敗の分かれ目だ。全力で敵本陣を奪い取れ。敵の勢いは侮りがたく、手鼻をくじき心を折るが上策。引くしかないわ。これが孫悟の底力というやつか。これで本陣が脅かされることはあるまい。今より反撃に出る。兵たちよ、我が輩に続け。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。この勝利、我が戦績に加えん。お見事な戦ぶりです。ついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。黙らせてやろう。攻略目標は決まった。進め。攻略目標は決まった。進め。でね、船が襲撃を受けました。被害は甚大。統制を失っているとのこと。何？船が？これでは城への援軍がならんで。兵器を稼働させよう。あれだけ数があれば、奴らも手に負えまい。Oof!
貴様らごとき、わしが父の仇は討った。だがまだ終わりではない。我らの戦いはここから始まるのだ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。父、孫文代の仇、皇祖は討ち果たした。皆、勝ちどきを上げ。これで曹操の南進に備えることができる。皆、本当によくやってくれた。我ら新参も宿将の皆様と共に戦うことができた。この勝利、喜びもひとしおというところか。ああ、俺たちも活躍できたしな。やれやれ、また調子いいいいじゃない、本当にみんなで。まったくです、少子一丸となって孫悟の未来を開けたのですから。忠義様嬉しそう。なんだか私まで嬉しくなっちゃう。しかして孫権殿、この者の処断いかがなさるおつもりか。殿、俺に任せてくれませんか。こいつは父上の仇だったら、俺が決着をつけるのは道理でしょう。ああ、俺が倒した奴の中におめえの親父がいたってのか。どうでもいいね。よくある話だろ、そんなもんはよ。待つのだ、亮と。観念よ、私との約束を覚えているか。お前を倒せたら私の仲間になることを考える。そうだったな。殿、本気で言ってんのか。言ったはずだ。私には一人でも多くの仲間が必要。観念、お前は何を望む。さあ、んなこといちいち考えちゃいねえよ。ただ突っ走ってなきゃ収まらねえんだ。水族をやってようが、酵素に仕えてようがよ、逆に聞くぜ。あんたと行けばこの気持ちが収まんのかよ。ああ、そうだ観念、この孫忠豪と共に来い。殿お面白え。んじゃ世話になるとすっか。認められるかっつーの。殿、俺は認め。亮と、お前は父の後を継ぐのだ。亮宗帰化の兵らを今より全てお前に預ける。そんな、ちょっと待ってくださいよ。俺はまだ。誰もがそうなんだ。自分にはまだと思いつつ、自分の時が巡ってくる。私とてそうだった。だが時が来たならば立たねばならん。私も、お前もだ、亮と。私に力を貸してくれ。殿、ちょっと詰め込みすぎですって。俺は今。すまない。だが、お前ならば全てを返し、参る。殿。やはり虎であったな、周囲よ。孫権殿とも孫策殿とも違う。しかし。はい。殿は必ずや。伝令、殿、急報にござい。どうした。曹操が大軍を率いて南進。慶州牧の劉宗は戦わずして降伏を決意しました。曹操軍はその勢いを保ちつつ。なんだと。そう、俺たちの手で要所を落とす。行くぞ、遅れずについてこい。
注意。曹操の動きはどうだ。はっ。曹操の軍はすでに長江河岸に迫っている。相手は兵力で勝ります。長江を越えられれば死ゆえに、何としてもその手前で押しとどめる必要。この一戦はあくまで時間稼ぎ、敵を制し。時間稼ぎであれやるしかあるまい。手をこまねいていては孫悟に明日はないからの。いやー、いきなりとんでもない状況だな。まあなんとかするか。こういう時のために俺たちがいるんだ。頼もしい限り、縮小の皆様の力頼みとさせてもらいましょう。なるほどな。おめえらの強大な敵ってのはあのす、面白え。喧嘩の相手としちゃとびきりの上物だ。みんな頼んだぞ。優先せよ。では曹操に長江を越えさせてはならん。何としても奴の進行を食い止めるのだ。戦線を押し戻したいところですが、それには曹操を一度退けねばなりませんね。などに遅れを取るとは。ええ、水上戦には不慣れみてえだな。足元がふらついてるぜ。黙らせてやろう。水上での弱さを思い知った。少年が足りなかったか。敵将、我が輩が討ち取った。デーフ殿の活躍にはため息しか出んな。どうやったらその年で息切れしないのか。黙らせてやろう。我が輩の仕込み、よく感じろ。敵将、我が輩が討ち取った。さすがテーフ殿、年季が違うとはまさにこのことや。こうも無様な姿を晒すと、他の水族と侮った報いか。やっぱ曹操軍大したことなかったな。水の上じゃあんなもんか。
ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。ここは傷ついた兵の夜で、何があろうと守り抜く。これ以上皆は傷つけさせません。私があなた方を止めましょう。取った。この勝利、我が戦績に加えん。拠点に薬が残っていました。ここで回復できそうですぞ。曹操軍が武の髄、目に焼き付けられよ。こいつが強いな。どうりですごく目立っているわけだ。ここが手薄なのはいけませんね。皆さん、私たちでここを守るのです。行くぞ。この目標、我らの部で制す。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。手本を見せてやろう。心に刻め。目標は決まっています。あとは突撃するのみです。私たちの美しい陣立てが破られるとは信じられません。下がることなどあってはならないのに。無念です。目障りなとこは潰しちまうか。お前ら、ついてこい。目障りなとこは潰しちまうか。お前ら、ついてこい。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。手本を見せてやろう。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。我が未だ頂点に及ばず、ここは引くしかあるまい。
こそ真の三の軍曹です。戦力ではこちらが優勢だったか。どこに見落としがあったのか。我が輩の凄み、進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。見事な武勇でござった。またいずれ再戦線。どうにか勝ったが、やっぱ曹操軍は強えな。この勝利、我が戦績に加えん。お見事な戦ぶりです。戦績に加えん。筋金入りですな。自分も見習う所存です。痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。もてなしの準備は整っている。ゆっくりしていくといい。ここに来る予感はしてたんだ。だから兵器をたくさん用意しといたぜ。まずいぞ。これでは兵器を動かせん。敵将、我が輩が討ち取った。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵将、我が輩が討ち取った。まさか備えが足りなかったとはな。仕方ない、潔く引くとしよう。
ここは守んなきゃまずい。そうピンときたんだって。我が輩の凄み、ここ関係を。孫権軍がこれほどやるとは、なんか嫌な予感がするぜ。この地はいただいた。これで策の幅も広がるというもの。この勝利、我が戦績に加えん。伝令、孫権軍二方向から迫ってきています。孫権の強撃策にはまったか。まんまとしてやられたわ。要の守りが手薄だ。ここは自分が役目を果たす。まさかここまで巻き返すとはね。うん、なかなか厳しい状況だ。ならばこの芝中達にお任せを。我が力をお見せしましょう。ザ・ムッツェ。これはまずい。何かいい手を考えないとね。こう焦っても良いことはないわ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。この勝利、我が戦績に加えん。筋金入りですな。自分も見習う所存です。自分たちの進むべき地は決まった。一心不乱に突き進め。
貴様が敗走、補給地点が敵に奪われました。補給を阻まれるとは、敵も一筋縄ではいかぬようだな。よし、ここで防御体制を取るのだ。させんぞ。気合入ってんな、トニー。黙らせてやろう。んじゃ俺も本気で行くとするか。ここで敵を食い止める。命を捨てる覚悟で守れ。周りの凄み、僕と関係を。ここは下がらせてもらうぜ。敵将、我が輩が討ち取った。さすがです。黙らせてやろう。筋金入りですな。自分も見習うシェフォンです。俺しくじったか。すまん、冒涜。この勝利、我が戦績に加えん。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありますな。我が波動、阻む者は切り捨てるのみ。暴走様の邪魔はさせねえだよ。我らが相手だぞ。兵器を運んでまいりましたぞ。早速打ちかけてやるとしましょう。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。進行を食い止めたか。だが奴はすぐに体勢を立て直そう。ええ、この後曹操とどう相対するか。孫悟空、最善の道を探らねば。ここは引かねばならんか。だが逃げたわけではない。やったの。見事曹操軍を追い返してやったわい。大軍を要してこの結果とは、曹操も未熟な若輩者に過ぎぬか。戦勝、まずは頂上。このまま急ぎ曹操と対話。
ウリンでの戦に勝った今こそ講和の好機。こちらの条件も通しやすいでしょう。果たしてそううまくいきますかな、少々殿。だよな、曹操は天下を狙って大きく動いてるんだ。この程度の勝ち負けで講和までな。ならばいかにして曹操の大軍を防ぐ。今や天下に曹操に対しうるものなど、故にここは講和の一手しかあるまい。まず大きく条件を出し、少しずつ。殿、曹操軍の使者として曹丕殿が参られました。先の孫悟の戦ぶり見事だった。我が父ついては孫権殿と狩りに興じたいそうだ。水軍80万を率いての狩りをな。は、80万。断ればどうなる。うん、さほど結果は変わる前に暴れる虎は狩る。聞きましたか殿。とても曹操には。殿、俺は劉備に会ってきます。この状況変えうるのはあの男でありましょう。劉備か。曹操に敗れ慶州を脱したと聞いたが、なぜか曹操は劉備を執拗に狙っています。奴にとって劉備は何だ。それが何か。劉備という男が何を持っているのか劉備と会い確かめてきましょう。分かった。劉備のことはロシクに任せる。曹操と戦ったとて勝てる見込みはないに等しい。それは長将の言葉の通り。父上、兄上、私はどうすれば。曹操軍と孫悟の戦力差は歴然だが、降伏したところで孫悟の焦り。おそらく水上での戦の練度は孫悟が勝る。しかし相手は80万の水軍だ。濁流に飲まれるように。教えてくれ孫策、この南極に。天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める幼州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢。かつて見ぬ強敵を前に孫悟は降伏か降戦かで揺れていた。一方慶州を追われた劉備は画寮とた。降伏しかありません。80万の水軍になど勝てるわけがない。いや、80万はおそらく脅し、実勢はその半分にも満たないでしょうな。だとしても孫悟を飲み込むには十分な大軍よ。さらには殿、江東六軍の民を思われよ。ここはどう。長将殿、曹操は帝をいただけど帝ではない。奴はかつての董卓と同じ。ならばこれに下り屈するなどできます。我が孫悟の意見は大体こういったところだ。
諸葛亮、今この状況、道は一つしかありません。我が主劉玄徳と。ふざけたことを申すでない。千にも満たぬ将兵しか持たぬ汝らに何ができる。今兵の高を語ることに劉備殿の人徳、そしてこの私の志望、これに孫悟の治癒を合わせ。汝の志望だと？えい、どこまでも。もうよい。結論も出ぬようだし、ここは一度休憩。周囲の到着を待って議論を再開するぞ。では、我が輩は決死の覚悟で曹操と戦うのみ。孫権殿、孫策殿、そして孫権殿、三代に仕えた今、孫悟は我が子も同然。殿、何が正しい選択か、降伏は望まぬ。だが開戦して敗れれば、民のことを思えば、降伏が正しいのやもしれぬ。皆曹操に怯えているのです。自分と家族、孫悟の行く末を思うあまりに。ですがお考えください。降伏した場合のその先のこと、俺たち将兵は曹操に召し抱えられるかもしれません。ですが殿、御身はどうなりましょう。よくて辺境に報じられ、一生を虚しく終えることになるのですぞ。私を案じてくれるか。ありがとう、ロシク。だが私のことはいい。今は皆にとって、孫悟にとっての最善を考え。父上、兄上。お悩みのようですね、孫権様。姉上。すみません、お話を聞いてしまいました。以前孫策様は孫権様に言っていましたよね。うちのことは長相様に、外のことは周瑜様に尋ねろと。すべてを一人で背負うのはきっと辛いです。でも皆さんと一緒ならきっと。周瑜様が何か答えを探しているようです。今はそれを信じて待ってみませんか。姉上、おっしゃる通りです。一人で抱え悩むことはないのですね。頼みとする皆がどのような考えを示すか、私はその言に耳を傾けることにしましょう。周瑜よ、どうするつもりだ。我が輩は孫悟の武人、降伏など決してせぬぞ。ええ、私も同じです。降伏の道は、しかしこちらは劉備の軍を合わせても5万。これでは曹操に勝てない。いかなる策を用いても勝てないのです。周瑜。周瑜殿ともあろうお方が随分と弱気ですね。お前は諸葛亮。私に何か用か。用というほどのことは、ただ少しお話をと思い参りました。あなたはこの逆境にあって一心で孫悟を背負おうとなさっている。何があなたにそうまでさせるのですか。ならばとお前こそ何故劉備殿に仕えている。一片の領土すら持たず逃げ惑うだけの男、それを主と仰ぐ存念は何だ。それは、なるほど、それが周瑜殿の答えですか。ああ、私は孫権殿に王たる器を見た。お前が劉備殿にそれを見たようにな。そしてその器には亡き友との夢も満ちているのだ。わかりました。では
今語るべき。聞いていただろう。曹操に勝つ策などはない。周瑜殿のことです。すでにいくつか策を、例えば家計など。恐ろしい男だな諸葛亮。さすが画僚と称され。確かに家計がなれば活路はあるだろう。水軍を焼き払えば曹操は長江を越えられまい。だがこの時期は風が悪い。火をかけても燃え広がることは期待できぬ。そうですか。ですがお気づきですか、周瑜殿。今年の冬は随分と暖かい。こんな冬には長江の風も変わると聞きます。曹操が布陣する雨林に向けて吹く東南の風へと。何？それは本当か？天の時、地の理、人の和、今ここにその全てが揃いつつあります。周瑜殿、今こそ我らと結び曹操と戦う時なのです。周瑜よ、この話まことなれば勝機はあるか？ええ、風を頼みとする不確かな策ですが、そこに活路が開けるのなら、あの曹操にも勝てる。周瑜、よく来てくれた。今降伏か決戦かで意見が割れている。お前の考えを聞かせてもらいたい。恐れながら申し上げます。曹操軍は大軍なれど、その一部は袁紹軍の残党と慶州軍です。統率と士気に不安があるでしょう。つまりは数だけの軍です。大軍と呼ぶほどの実を伴っていません。加えて曹操の軍は水上戦に慣れておりません。これは水上の戦に慣れた我らを優位にします。さらにこの冬の長江を下ってきたのです。曹操軍の兵には必ず病に倒れる者が出るでしょう。つまりは曹操軍とて無敵ではありません。付け入る隙は必ずあります。ゆえに周公金神明を賭して殿にし、曹操と戦うべしと。バカな周瑜よ、しまようたか。周瑜、曹操に勝てるのだな。はい、諸葛亮の助言を得て曹操に勝つ道を見出しました。無謀だ、戦ってはなる。少々殿、これは降伏か決戦かという選択ではない。殿と曹操、どちらが天下の王たるべきかという選択なのです。天下を統べる者は曹操にあらず、我ら孫吾の主君孫権殿である。な、周瑜。殿、私の意は決して、我ら孫吾は劉備と結び曹操を討つ。これより先異を唱えることは許さぬ。それはこの孫中坊への反逆と思え。今こそ決戦の時、皆孫吾の明日のため私に力を貸してくれ。周瑜、生白い若造と思っていたが見事な口上だった。やつめの言葉、この我が輩をも熱く。
孫権殿、我らと同盟を結んでくれたこと感謝いたします。礼を言うのはこちらの方だ。体得劉備殿と盟友。そちらは妹君の将校殿でしたな。またお会いでき。私もよ、劉玄徳様。この戦い、しかし恥ずかしながら私どもは小勢です。軍に加わったところで戦力としては微々たるもの。劉備殿、この戦、皆様の助力なくして勝利はない。どうかよろしくと。では我らはこれで失礼する。策の準備があるのでな。はっ、ではまた後ほど。必ずや我らの手で。曹操との決戦はそこまで迫っている。準備は抜かりないか今一度確認しなくては。